この動画は急斜面でも安定したショートターンを演じたい方向けの動画の内容となります。2級以上の中上級者向けの内容とはなりますが、お役立ちできる内容かと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今回はこの映像を使わせていただきますが、白馬八方尾根スキー場の薄場と言われるところを滑っております。シャドウはだいたい25度ぐらいかなっていう感じがします。スキー学校にいた頃、僕は止まれないやつと呼ばれていました。マスターすればだいたいこれぐらい滑れるようにはなるので、ぜひ参考にしてください。この動画の目次です。急斜面でも安定したショートターンになる方法、安定したショートターンを身につける練習方法、最後にまとめをお伝えさせていただいて動画の内容は終了です。結論をお伝えさせていただくと、暴走しないような安定したショートターンは谷回りから雪を削れているかどうかです。改めてターン運動の局面のお話をさせていただきますが、斜面に対して板がフラットになっているところをニュートラル、そしてここから板が真下を向くまでが谷回り、真下を向いた瞬間がターンマックスですね。ここから山回りに入ってきます。これから次のニュートラルまでの間が山回りとなります。実際次のターンで詳しく見ていきますが、この局面、谷回りでしっかりと雪を削る、ニュートラルからターンマックスまでの間でどれだけ雪を削るかで全てが決まってきます。山回りももちろん削る必要はあるんですが、正直誰でもできちゃうんですよね。難しいのは谷回りで雪を削ることです。ここで雪を削っていくということですね。でここからは誰でも雪を削ることができます。でさらにニュートラルを迎えて、このタイミングから雪を削り始めていくといったような感じ。ただしここでは雪が削れていませんね、といったような失敗事例もお伝えさせていただいております。ターン中に雪が削れてるかどうかを簡単に確認する方法があります。それはですね、このような形でターン中に雪煙がちゃんと巻き上がってるかどうかっていうところを確認してみてください。特に谷回り、ターン前半で雪煙が巻き上がってるかっていうところを注目してみていただくといいかなと思います。スキーにおいてはこのようにターンの入り口からしっかりと山側の足を踏んでいく必要があります。これはスキーでは当たり前なんですが、日常生活ではありえない場所に立って、さらに板に対してプレッシャーを与えていくことが必要となってくるので、非常に難しい部分ではあるんですが、スキーにおいてはこれはできないと暴走してしまうので必須のテクニックと言えます。せやけどそんなこといきなり言われても無理やろっていうふうに思ったと思うんですよね。はっきり言いますが、今回の内容を体現するのはめちゃくちゃ難しいと思います。正直今の話を聞いて、そんなもんいきなりは無理やっていうふうに思った方は、まず試していただきたい練習方法としてシュテムターンがあります。これは2級検定のようなイメージで、ターンに入るところから山足を開き出して、谷回りの間に足を閉じてパラレルへ持っていくといったようなイメージでいいかなというふうに思います。意識していただきたいポイントとして、演技全体を通じて外足に足場をしっかりと感じることが非常に重要かなというふうに思います。これができれば理論上は谷回りから踏む技術があるということができるかなというふうに思いますね。ぶっちゃけこれができないのであれば、山回りですらちゃんと踏めてない説があるので、レベルを下げて練習していただくのもありかなというふうに思います。ちなみにですね、シュテムターンがどうにもできないという方向けに、こちらの2つの動画がおすすめとなっております。プルークファーレンと急停止、できない方はぜひ試してみてください。それではシュテムターンのお話に戻りますが、このように開き出した足のスキーがしっかりとたわんでいると理想かなというふうに思います。この練習は緩斜面の方が感覚はつかみやすいですが、正直急斜面だとなかなか感覚はつかみにくい部分はあります。もう一度急斜面小回りをここで見てみてください。ターン中に巻き上がる雪煙に注目して見てみましょう。スロー再生させていただくと、基本的にターン中は雪煙が出続けていることがわかるかなというふうに思います。ちなみにですが、できていないところも多々あります。これは谷回りで雪煙があまり出ていない箇所となっております。ぶっちゃけた話、小回りは多少ミスありきの種目となっております。詳しくはこちらの動画で解説しておりますので、気になる方はご覧ください。谷回りから削れるということは、常にターン中グリップ力が働いているということなので、ターン中の安定感が増すんですよね。なおかつ制動もかけることができるので、本当におすすめの技術となっております。今回の内容をまとめさせていただきます。
急斜面小回りのコツとして谷回りから雪を削りましょう。できれば雪印が上がるようにターンしてみてください。おすすめの練習方法としてシステムターンがおすすめでした。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。概要欄の方から案件ご希望の方はお問い合わせをお待ちしておりますのでお問い合わせください。今回の内容非常に難しいですし僕も一生練習中です。共に頑張ってスキー上手くなっていきましょう。最後までありがとうございました。